師匠、おい、ご報告のお時間です。お願いします。ドン。北原みのり、東京お疲れ様でした。噛んだでしょ。うん流してくれや。やだ人の弱みは握りたいのか握りたいもん噛んでもだわまあまあそれはいいね、まあ、はい。だから AV 業界に有利な AV 新法に反対する緊急アクション、うん、あのあれね、必殺呼びかけでいいな、いわゆる あれですね、うちで言うところの、もう いちいち言うてられへんから、こんなもん、うん、いいね、必殺呼びかけでいいんだよね、こいつら、うん、武器はブーメランな得意技は被害者面のデモがあったと、うん、で230人の参加者でした。バン、はい、バンバン、どこが230人、え、パッと見、うん、パッと見これ230人さ、うん、ほんまにいたんやったら、うん、230人っているような画像を載せると思うねんな。あのなんか集合写真みたいなやつ、もう数えたら、あ、230人いるね、確かにっていうぐらいの画像を上げてると思うね、うん、ほんまに230人いたんやったら、うんうんうん、これパッと見でも20人ぐらいしか映ってなくね。なんか師匠、うん、え、なんか見てるだけの人というかさ、通行人も数に入れてません？入れてんやろな あなんやろなみたいな。なこれほんで風船配ってたらしいし、どうやら、うん、例えばこのおじいちゃんみたいな人、うん、この真ん中の、ただ風船でーすって言って、ああ風船って思って持って、何やってんやろって聞いてるだけのとこを取られたんかもしれんや、うん、それでこれやで、うん、どう思う？うわーって感じ。なんか人数230人っていう書いてるのも、うん、そのこの写真載っけてるのも、うわーって感じ。なんかあー、仮にさ、はい、230人いたとしてさ、うん、でも大したことないよね。なんか、え、でってなる感じが。え、だ1億2000万分の230ってことやん、言ったらさ、うん、えって感じやし。でもおそらくさ、左翼は盛るっていうの、人数を盛るというのが、森進一っていうのがもう、あれやから、今回は森進一ですがもうおなじみやから、うん、持ってんやろと思うねんな。うん、でさ、実際に行った見に行った人がいるらしいんだけど、荻野議員とか行ってたらしいんだけど、まあ、40人ぐらいですかねみたいなこと言ってたからだから230は盛りすぎやな、森進一やな、うん、ってことかな。ほんでさ、やっぱりな、はい、やっぱりさ、これ、まあ、真ん中のキムチ姉さん、うん、でこれ右球場姉さんやろ多分おそらくさ、はい、風貌から言って球場姉さんやな、うんうん、左誰か分からへんけど、うん、誰なんやろ。まあええねんけどさ、何言ってっか分からへんよね。何に反対なんかが分からん。法律自体に反対なんやろか、うん、でだからどう考えても出演者にとって有利な法律なんやか、うん、調べてっとな、はい、それを潰してどうすんやろと思うんだけど。じゃあ俺は別にそんな AV に関する法律なんてなくてもいいと思ってるんで、俺は個人的に、うん、まあ、わざわざ作ることないんちゃうっていうことに関しては、あ、まあ、一致は一致してんだけどな、この人らと。ただこの人らの言う性売買合法化反対っていうのを解釈すると、俺なりに解釈すると、うん、言ったら AV に関する法律ってまあないわけや、うん、今のところその丸出しはダメよとかさ、うんうん、18歳未満はダメよとか、それぐらいが決まってるわけで、それは別に AV に関する法律っていうわけじゃないや、う
でそれがなんかきっちりした法案法律ができてしまうと、法律としてそういういわゆる性売買合法化になるっていうのが気に入らんのかなとは思うんだけど、でも実際にあるんやからな、その AV っていうもの自体はな、うん、でそれをだからそれを法制化されたから、だから何ってことや。それで出演者の権利が守られんやったら別にいいんちゃうと思うんだけど、なぜかお気に召さないということらしいですわね。まあだからあれやな、選挙が近いから、うん、こいつらが支持しているあそことかあそこのさ、うん、まあ、いわゆる左翼系のさ野党、うん、の援護のつもりでやってんやろうけど、だから自民党を潰そうと思ってんやろうけど、まあこんなことでな、で自民党はとんでもない AV 新法を制定しようとしてるとか言ってるけど、何のダメージもないと思うけど、だって、ね、40人やで40人やし、うん、これさ何も知らんとしてよ、うん、まあ、自分がおばちゃんやったとして、まあ、別におばちゃんじゃなくてもいいんだけど、通りかかったとするやん、弟子やったらどう思う？これ見て、これ見て通りかかって、なんか、あ、なんかどう思う？率直に。いやー、多分私何も知らんかったとしてやで、何も知らんかったとして、パッて見て何これって思うだけ。いや、気持ち悪って思うやん。まあ、それもあるけど、いやもうなんか関わりたくないと思うんですよ。だから気持ち悪いってことだろ。そう気持ち悪いって思うし、えっていうね。でこんなやつらの言うことなんて絶対聞かんとこうと思うやん。ああもうそう、もうああもう想像しただけでちょっと嫌だ。でも自民党に入れようって思うやな。援護してんのかな。ああなるほどね、反対するふりして。ああそうだったらなんか納得しますね。自民党の援護してんちゃう。なんかそれ言われると、あ、だからやってんのかっていう納得はしますね。まあだから、まあ、まあこの人らにその意図はない、ほんまに自民党を潰そうと思ってんやろうけどな、うんうん、これあのキムチ姉さんも球場姉さんもさ、球場、うん、姉さんなんて特に自民党を潰そうと思ってんやろうけど、ね、毎週忙しそうですね。忙しそうな、ほんま球場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 言ってな、まあどん引かれるだけやと思うんだけどな、うん、余計救助って必要やねんなと思ってしまうよね、うん、まあ、っていう感じで、まあ何のためにやってんのか知らんねんけど、ようやるなーって感じかな。でもさ、こういう人らのバイタリティってすごいよな。俺ってあんまなんかこう行動力がないというか、そうやね、だからこんな無駄なことに費やせる行動力はないし俺、うん、だから羨ましくもないか別に、まあ、無駄なことやって無駄なことにエネルギーを注げんやなぁと思えるし、これやったらまだ千羽鶴を追ってる方がマシかなという気もしてきた。以上です。はーい。私のエゴスはいい。